はい、玉ねぎの著名人研究家の小村です、えー、今はですね。こちらに来ております。21区でございます。21区に来ました。はい、看板こちらでございます。21区でございます。これからですね。お墓参りに行くところは、栗田武夫さんのお墓参りに行きたいと思います。 栗田武夫さんは明治大正昭和期の海軍の軍人さんでございまして最終階級は中将でございます冷定沖海戦で謎の反転を指揮したというそういう方でございますちょっとそこら辺の話もしていきたいと思いますお墓はですね21区2種57側26番でございます2種ですので途中でですね左に曲がりまして中の方に入っていきたいと思います ではお墓に向かいながらですね栗田武雄さんの紹介をしていきたいと思います栗田武雄さんは茨城県水戸市出身でございます歴史学者の栗田勲さんの次男としてお生まれになりました祖父おじいさんはですね国学者歴史学者の、えー、栗田博さんでございます おじいさんもお父さんも歴史学者として活躍されまして、栗田卓夫さんは軍人さんになられたということですね。あ、ちょうどですね、看板が見えてきました。今ここはですね、21区1州、26側と、こちら25側、25側と26側の間ですね。ここ入ります。そして、えー、2州ですので、えー まだ一種ですね。一本中ですね。はい、まだ一種ですけれども、その正面のところが二十一区二種。ここは五十九側でございます。はい、ここは五十九側ですが、栗田武郎さんは五十七側でございますので、その隣ですね。はい、二十一区二種五十七側に来ました。はい、ここが二十一区二種五十七側でございます。 このこちら側ですね、えー、こちらが入りましてですね、左手側、左手側が五十七側でございますので、その端っこをですね、栗田武雄さんのお墓もう少しで到着します。えー、先にですね、えー、お墓の紹介をしたいと思います。はい、もう端のところに到着しました。はい、お墓に到着しました。栗武、えー、こちらでございます。 はい栗たけの墓でございます。はい栗たけの墓に到着いたしました。ちょっと墓石の裏も見てみましょうかね。ちょっとこちらから回れますので、はい端っこですのでここにも看板が立ってますね。二十一区二周五十七番の看板立ってます。はいこちょっと裏面に来ました。 裏面にはですね、昭和三十四年十二月、栗田武雄さんがですね建、えー、てましたと刻まれております。こちらの面が墓石となっております。ちょっと見えづらいですが、はい、こちらに栗田武雄さんもですね、はい、刻まれてますね。右から二番目に刻まれております。はい。 海ちょっと見えづらいですけれども、えー、こちらの面がですね、えー、母子となっていたということですね、はい、ちょっと戻りまして、えー、栗田武雄さんのですねご紹介の続き、話していきたいと思います。 えー、栗田武夫さん1910年明治43年に海軍兵学校38期を卒業されましたさまざまな要職を経てですね1932年昭和7年に大佐に昇進しまして第12忽帥、えー、大司令に就任されております1934年に阿武隈館長翌年水雷学校の教頭 1937年からは今後の艦長を経てですね1938年に少将に進級し第一水雷隊司令官に着任されました1939年からはですね第四水雷隊司令官に任命されております1940年第七戦隊司令官に就任翌年よりですね太平洋戦争が開戦されました えまずですね栗田武雄さんはですねマレー作戦に参加されておりますその後ボルネオ攻略戦に参加1942年からはですねアナンバス攻略作戦パレンバン攻略を支援されました中将に昇進しまして内地に一旦帰還しておりますそして同年の6月のミッドウェー海戦に攻略部隊支援隊として参加するもですね えーまあ、この時はやられてしまって撤退しておりますその翌月、えー、7月ですね第3体、えー、司令官となってです、ね、ガダル・カナル島ヘンダーソン基地艦砲射撃作戦これを指揮したんですね作戦はです、ねえー、戦艦を伴った砲撃作戦としては唯一の成功となりました。 その後、えー、南太平洋の海戦に参加されましてそして翌年はガダルカナル島の撤収作戦である化合作戦を支援されました1943年の8月第二艦隊司令長官に就任ロゴ作戦に伴ってブーゲンビル島、えー、逆上陸支援のため第二艦隊主力をです、ね、率いてラバウル入泊した際に ラワウル空襲に遭遇されてしまいます1944年の6月マリアナ沖海戦に参加10月からはですね日本は小一号作戦を発動し栗田さんは0手沖海戦で第一遊撃部隊を指揮されます栗田さんに課せられた作戦の内容は大和武蔵を含む戦艦7隻をですね指揮する クリタの第一遊撃隊がレーテに突入し、砲撃によって兵員、物資を、えー、揚陸中の、えー、アメリカ攻略部隊を撃滅することとされました。第二遊撃隊はクリタ艦隊を支援し、空母機動部隊がアメリカの機動部隊をですね、北方へおびき寄せて、敵の航空戦力を削ぐという、そういう作戦でございました。 しかしですね栗田艦隊は潜水艦の襲撃やヒブヤン海,海戦を経てですね艦隊は大損害を受けてしまっていました機関である従順洋艦アタゴが潜水艦雷撃を受けてですね沈没してしまいまして栗田さんは第二艦隊司令部を戦艦ヤマトに移しました 続くサマール沖海戦で敵機動部隊のうち1つの撃滅したと判断し再度、レーテ湾突入に向かいますだがですね、えー、敵機動部隊を撃つとして、えー、なんとですね栗田武雄さんこの戦艦ヤマトはです、ね、反転するんですね結局、作戦目的を果たせずですね帰っております。 この反転は、ですね、後に、えー、大変問題視されまして、えー、謎の反転、栗田タ,ターンなどと呼ばれています。艦隊同士の連絡が不備であったりですね、敵国のチャーチルもですね、回護録の中にこの戦場と同様の経験をした者だけが栗田を審判することはできると述べてもおります。 えー、そのため、えー、いろいろ情報も錯綜してですねそして、えー、栗田さんはですね艦長として、えー、そのまま突撃するのではなくて、えー、反転してですね一旦戻るとそういう選択をされたということですね。戦後ですねこの栗田中将のですねご判断だったんじゃないかとか勝負度胸の欠如などとですね責める意見が占めました。大変ですねいいろいろろ、えー、なとここからのの時の この謎の反転のことに対してですね、いろいろ言われたわけですよね。そして栗田中将はですね、ご自身に関してはですね、この判断に関しては一切の弁明もしませんでした。戦後も語ることなくですね、亡くなっております。なおですね、謎の反転をした後の栗田さんはですね、1945年より海軍兵学校の校長となってですね、その後終戦を迎えております。 えー、去年は88歳でございました、はい、海軍軍人最終階級は中将でございまして霊峠、えー、沖海戦においてですね、えー、戦艦大和、えー、以下ですねこの7隻をです、ね、指揮して霊峠、えー、湾に突入するというそういう作戦にか対してですね、えー、突,ち突入せずですね突入せず、えー、反転して、えー、戻るというそういう選択をしたということですね。 戦後大変その話題で持ちきりになったとただ本人は一切弁明もしなかったというそういう海軍の軍人さん栗田武夫さんのご紹介をさせていただきましたそれではお墓参りしたいと思います。 はいえー、関軍の軍人さんでございまして、えー、中将になられました栗田武雄さん、謎の反転、えー、戦艦ヤマトをです、ね、指揮しまして、えー、謎の反転をされたという、ちょっと一種伝説的な人になっております栗田武雄さんのご紹介、そしてお墓参りをさせていただきました。以上でございます